嘘を受け入れること。1。私たちは自分の身に起こった現実や、いつも言われ続けてきた言葉や、周囲の期待の中に、どれほど真理とかけ離れた自分自身に関する嘘を信じてきているのでしょうか。これは大きな嘘を信じて大人になった方の話です。彼女はクリスチャンになった当時から、聖書に書かれている神の無条件の愛、ありのままで受け入れられている自分というものがどうもピンときませんでした。彼女はいつも頑張り屋さん、優等生の名札を額の真ん中に貼って生きてきました。クリスチャンになってからも、毎日聖書を読まなければ、ちゃんと献金をせねばならない、頑張って教会に通い、神のために使えなければ、と、神からの愛を受け取るために、自分に条件を課していました。頑張って努力すれば、愛してもらえる。受け入れられるためには完璧でなくてはならないというこの大きな嘘は彼女の人生の中で信念となり、彼女の人生がその土台の上に築き上げられていったのです。しかし神は彼女にどんな過去があろうとも、また何もできなくても無条件でそのままで愛しているよといつも言ってくださっていました。後に天のお父さんは彼女が信じてきた嘘を真理と入れ替えてくださり、彼女は大きな癒しを受け取りました。